マウンテンバイクというオフロードの自転車のプロ選手をやってました。以前ですアテネオリンピック出たりとか、全日本選手権で何度か優勝したりとか、そういった経歴を持っています。引退したら新しいことを始めたいと思った時に、苦手な泳げないものがあるものにあえて挑戦しようということでトライアスロンを始めました。私の中では何が何でもフィニッシュラインにたどり着く、これを最重視しています。竹谷健二です。元プロのマウンテンバイクレーサーで今はトライアスリートです。さまざまなエンデュランススポーツに取り組むマルチなアスリートだと思っています。そうですね、パワーを見ながら常に細かく力の入れ加減や軽減やギアを調整しながら走ってますので、もうバイクのトレーニングをやるということはパワーを見るということと同じ意味になっています。ですので日々、毎日見ている中で数字が常に安定していて、こうスパイクと呼ばれるような突然の変化というのも極めてないので、非常に精度に対しては安心信頼を持って出させてもらってますね。ペダル型のパワーメーターですと、さまざまなバイクに対応してくれるところが最大のメリットですかね。ハードウェアを交換してもすぐに乗り出せますので非常に便利です。もはやもうなくてはならない存在ですかね。トレーニングをするにしてもパワーを見ながらやることが非常に多いですから、トレーニングをするというのはパワーを見るということと同じ意味になりますので、ですので常に測りながら、さまざまなメニューをこなしていきます。その中で自分自身の設定した、限界値、目標値、それに対してどれぐらい近づけたか、あるいはどれぐらい超えられたかというのを日々のトレーニングのモチベーションにしてますので、ラリーがないとその自分の適したトレーニングというのは全くできなくなってしまいます。ただのサイクリングになるか有意義なトレーニングになるかはラリーがあるかないかで全く違ってきます。限界を挑むためには自分のペースを守ることを一番大事にしています。なぜならばバイクが終わった後にトライアスロンではフルマラソンを走る必要があります。本当のゴールはバイクが終わった瞬間ではなくて、バイクの後のランニングを走り終えた瞬間にその日一日のゴール、トライアスロンのレースのフィニッシュが待っています。フィニッシュラインを超えるところが本当の限界になりますので、日々のトレーニングをペースを守り淡々とこなしていくことが重要だと思っています。